随分と落ち着いているわね、彼。堀北。余裕なのね、龍炎くん。うん。誰かと思えば、鈴音か。それに、金魚の糞も一緒か。で、この俺に何の用だ？あなた、今回の特別試験、どうするつもりなの？俺は何もしない。つまり、おとなしく退学する覚悟ってわけね。さあな。あなたが退学してくれるなら、喜ぶ人は多いでしょうね。良くも悪くも、あなたはやりすぎたのよ。誰も手を差し伸べる人間はいないわ。敵であるお前らとしちゃ、ここで潰しておくのがベストな判断だ。俺が抜けた後の D クラスじゃ勝ち目はない。自己評価が高いのね。でもリーダーとしての能力が欠如していたから D クラスに落ちているのでしょう。確かにな。今日の会話が最後になるかもしれないから、一つだけ聞かせてくれない？誰よりも絶望的な状況にいるあなたが、もし本気でこの試験に挑んだとしたら、退学になることなく生き残れる？愚問だな。当然だろ。虚勢にしてもさすがね。満足か？それとも生き残る秘策を伝授してほしいのか？いいえ、聞けばあなたの策略にはまるかもしれないもの。でもありがとう。現実を受け入れたあなたを見て、私も少しは覚悟を決められそうよ。覚悟？誰かが退学することが不可避なら、誰がふさわしいか判断し決断を下すだけよ。その結果、お前が弾かれることになるかもな。それなら私の実力はそこまでだっていうことかしら。虚勢にしか聞こえないぜ。誰かを切るってのはそれだけ難しい。できるわ。私は入学当初から足を引っ張る生徒には容赦なかった。できねえな。あなたに何がわかるの？お前の底は知れてるぜ。口にする言葉の節々に弱気が見え隠れしてんだよ。自分の兄にすら向き合えないお前の覚悟なんてたかが知れてるぜ。結局お前は自分がどうしたらいいのかわかんねえんだろ。それにお前はもうクラスというぬるま湯にどっぷり浸かってんのさ。冷静になりきることなんてできやしねえ。それができるのは俺やクラスメイトを駒としか見ていない坂柳くらいだ。偉そうに言っても本当は打開策などありはしないんでしょう。なぜそう思う？結局あなたは退学するのだから。おとなしく受け入れてやってるのさ。お前もこの機会を逃すなよ。俺は多分龍炎が退学することを望んでないんだろうな。